神のしもべだ。カー任せて。どうだ。ティオ、逃げて。タどうだ。はっ。深くを取ったか。はっ。どうだ。いっちゃえ。儀式の準備ができたぞ。やだ。戦いは難しいね。どうだ。ここまでなのか。神のしもべだ。縄文が突破された。この防衛線が、モンスターが、なぜな、報告、門外に新たな部隊が、何、敵の、いや、あれは敵軍を背後か、なんと大胆な、リグランド赤竜騎士団対ゴーマ独立部隊隊長リュド、赤竜騎士団、しかも心強い貴殿のご孔明隊長、やっぱりフィン、リゼット、決して単独では戦う、了解、俺たちの村だけじゃなく寄戦郷でも絶対守ってみせ、うん、必ず行くぞ、リゼット、この一撃で、
逃げて。どうだ。まだこいつら。隊長、右翼にでかいモンスターが。防衛す。あれはモンスターではない。え、そしておそらく奴こそがこの。うわダメだ、突破される。させない。リゼット待って、一人じゃ無理だ。リゼット戻れ。ティオたちを治す手立てのあるこの街壊させるもんか。リゼットがモンスフィン、リゼットの。はい。今の無理な攻撃で耐性がモンスターの攻撃をかわせな。リゼット。いやー、お嬢さん危ないところで。あなた一体。早い、あのビッキ族一瞬。拙者の名は流浪の剣士にして全ての乙女の永遠の味方。マギ、ビッキ族の剣士か。ダメ、乙女との出会いを邪魔する。今の一撃で実力の差が分からぬならば、その身にさらなる敗北を刻んで。一撃のもとに。拙者にお任せを。マイル、この勝利、すべての姫君のために。拙者の剣は変幻自在の高き流水。あんたすごい剣士な。お主もなかなかの。リゼットよ、おかげで助け。私は赤竜騎士団のリュドミラ、剣士ナギ、隊員が世話。リゼット殿にリュドミラ殿か。リゼット殿は、例えるならばリュドミラ殿は大いなるか。お二人ともまさに戦場に咲いた奇跡の花。リンド、まあひまわりか。悪く。まあ俺はフィンだ。ん、ああフィンだ。おい、なんか俺だけって。騎士様たち、ご協力感謝いたします。お役に立てて何よりです。歓迎も兼ねて。まずは。わかりました、フィン。そういうことで私は。わかりました。それとリゼット、次に命令違反を犯したなら。すみませんでした。私も早くお前の弟の笑顔を見てみたい。はい。うむ、では剣士ナギ礼。隊長。でもやっぱり優しい。フィン、お主の隊長。さて、拙者も目的。行っちまうのかナギ。拙者もしばらくはこの町にいる。リゼット殿、この町には。では。あ、うん。ナギ、凄腕だけど。変だけどすごい。さて、城に行く前に。観光じゃなくて情報収集ね。赤の紋章の使い手か。そうそう、さっき寄仙郷。あの女を下がらせろ。いや、ダメ、皇帝様の裁。効率の悪いことだ。俺に。皇帝様の意向に。はいや、こわ、やめやめ。いいだろう、俺はメリザンテへ戻る。トカゲと獣どもの。
本格的に帰戦。10年に一度祝祭には 流星姫様を心よ。おっと、まあ、ところでビッキ族は歌、僕も一つ覚え、せーたっす、お願い食べない、いい夢も、そその顔は何だ。